はい、こんにちは、佐々木でございます。今日はですね、1月8日、今午前1時を回ったところでございます。今日か明日に、あのアップルのね、AirPods、あれが一応届く予定でございます。いいっすよね。もうたくさんの方がね、もう今レビューを上げてらっしゃるので、まあ、それをこう見るたびにですね、もう早く来ないかなと思ってね、楽しみに待っております。まあ、エアポーズの動画を作るかどうかちょっとわからないですけど、もう早く僕は使いたくてしょうがないっていうかね、楽しみですね。本当にめっちゃいいでしょあれね。やっぱね、ワイヤレスはやっぱいいですよ。うん、これはソニーのね、これもワイヤレスヘッドホンなんですけど、やっぱね、線がないっていうのは、これ有線でこれね、コードついてて、やっぱ何かこういちいち何かするためにこう引っかかって、ああみたいなね、ことがまずないので、ワイヤレスいいですよ。まあ、音質的にどうのこうのってのはね、まあ多少、まあ有線よりは、まあちょっとは落ちるんでしょうけれども、まあ、まあ十分かなと思います。はい。はい、このポンポンっていうやつをね、ちょっとやってみたいなと思います。楽しみでございます。はい、それからね、何でしたっけ、ルミックス GH5。まあいよいよ、あのね、スペックやら何やら、公開になってね、おそらく3月に発売ということになっております。まあ 6K フォトであったり、4K60p でね、動画が撮れたりと、まあほぼまあ、まあ想定内の進化という形になってますけども、まあ、今のね、あの GH4 でね、撮影してますけど、まあ、この動画のクオリティを考えるとね、まあ、GH5、すごいと思いますよ、きっと。まあ、想像ですけどね。だから、これから本当にあの YouTube をね、始めたいなとか、こう一眼動画のね、撮りたいなと思って、てらっしゃる方がいて、カメラ何買ったらいいんだろうっていう方がいたら、もう GH5 一択でいいんじゃないでしょうか。まあ他の一眼と何が違うかっていうとですね、やっぱりこの動画に特化しているカメラなんですよ、このね、パナソニックのねカメラって。なので、まあ普通の一眼レフもそうだし、ミラーレスもそうですけど、他社のね一眼カメラっていうのは、まあ動画がどうしても30分で止まってしまうんですよ。まあそれ以上は撮れないっていうね、構造上なってるので、まあそういう形なんですけど、このねパナソニックのカメラは30分経っても止まらないです。ね、1時間でも1時間半でも、まあ、撮ろうと思えば撮り続けることができるのでね。まあ、本当にこの、まあ、自撮りでこうやって、YouTube のね、動画を撮るのには本当に最適なカメラなんです。まあ、なのでね、まあ、大体価格の方は、まあ、予想価格はね、23万とか24万とか言われておりますが、もう下手なカメラ買ってね、2個も3個も買ってこう遠回りするんだったら、行っちゃってもいいんじゃないですか。もう絶対間違いないですから。まあ僕はまあね、すぐね GH5 を買うかどうかって言ったら、まあすぐには買いませんけど、もうこの GH4 のね、今撮ってるこの動画のクオリティはね、見ていただければお分かりいただけると思うんですが、まあとてもね、高精細な綺麗な映像をね、映し出してくれるカメラですので、まあ本当にこれからね、
に動画撮りたいなと思っている人には本当におすすめでございます。ルミックスね、 GH シリーズ、本当最強一眼動画カメラだと思います。使い勝手もいいしね、散々パラいろんなカメラ使ってきた僕がね言いますから間違いないです、これを超える動画カメラは多分ないはずです。まあいろいろ総合的に見てね。はい、まあそんな感じですかね。一応トピックとしては、まあ、AirPods と、GH5 と、あ、それから来月20日過ぎにね、まあ、毎年横浜で行われているね CP プラスがまたやってまいります。今回はあれ何日間でしたっけ、木金土日でしたっけ、4日間でしたっけ、ちょっとね忘れちゃいましたけど、まあ当然ね、僕も今回もまあ毎年行ってるんでね、今年も行くと思います。まあ土日はまあ人がものすごく、いっぱい来ちゃうので、土日以外のね、あの平日に行きたいと思っております。楽しみですね。多分だからそこであれじゃないですか、 GH4 あ GH4 じゃないや GH5多分展示されるのじゃないかなとは思うので、まあそこでね触れたら、いろいろ触ってみたいなと思います。パナソニックのブースでね、まあ、新しいカメラとかもねまたたくさん展示されるでしょうから、またね1年に1回のねお楽しみですけれども、また横浜の方に行きたいなと思っております。皆様もね興味のある方はねぜひ行ってみてください。本当楽しいですからね、カメラ好きの人にとってはもうたまらないですから、もう一日いても飽きないんでね、もう僕なんかもう何十周とかねそのあのイベント会場もうねぐる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 ってもう何十周ってね毎回毎回やってますからね、それでも本当飽きないので、まだ行ったことない人はねぜひ駆けつけてみてください。本当楽しいイベントですからね。はい、ということで、今日はね AirPods と GH5 のことでね、まあ、ちらっと、まあ、中身はなかったですけどね、まあ、ちょっと話してみました。はい、ではまたね、まあ、こんな感じの動画だったら本当は毎日でも作れそうですけどね、まあまた次、またね、いつになるか分かりませんが、また次の動画でお会いしたいと思います。では、さよなら。